以前アップロードした彼岸花の花の部分が型紙を使うことでより簡単にきれいにできます。型紙はこの部分を作るのに使います。15センチ幅に切った画用紙を半分に折ります。折り目のところをマジックでなぞり、印を入れておきましょう。折り目の反対側から幅3ミリくらい、深さ2、3センチの切り込みを2回入れます。3回目はまっすぐ切り落とします。これが3つで1セットです。次は型紙のこの部分を使います。真ん中にマスキングテープやセロテープなどを輪にして貼ります。粘着力を弱めるために何度か指で触っておきましょう。細く切った画用紙を広げ、印がテープのところに来るようにして線に沿って貼り付けます。印のところに水のりをつけ、2枚目も同じように広げ、型紙の線に沿って交差するように貼ります。3本目も同じようにして貼ります。貼ったところが外れないようにそっと剥がします。真ん中に貼ったテープは粘着力がなくなるまで繰り返し使えます。先の部分を六角形の鉛筆を使ってカールさせます。先から巻いていく方法は切り込みが入っているので少し難しいです。鉛筆と人差し指で画用紙を強く挟み、先の部分を内側に向けたままスライドさせるときれいな内巻きカールができます。これをぐるりと一周6回繰り返します。もう一つの方法は親指で挟んで向こう側にカールさせる方法です。どちらの方法も仕上がりはあまり変わらないので、やりやすい方法をお使いください。真ん中の部分はお花紙で作ります。お花紙を半分に切り、2枚重ねにしてから幅約 1.5 センチの蛇腹折りにします。真ん中に人差し指を当てて半分に折ったら、指を抜いてハサミを差し込み半分に切ります。それをさらに半分に折り、折ったところを5ミリほど三角に切り落とします。180度回して3、4箇所浅く切り込みを入れて開きます。三角の切り込みを目印にして真ん中をホッチキスで留めます。折り山を潰しながらおせんべいのように広げます。2枚重ねになっているお花紙を根元まで剥がすようにしっかり広げます。広げ終わったらそのまま真ん中をぎゅっと押さえ、机の上に押し付けます。先の切り込みにシワが入るよう手の中で包み込むようにします。90度回してもう一度包み込みましょう。軽く形を整えておきます。画用紙で作ったパーツの真ん中に水のりをつけ、お花紙のパーツを強く押し付けて貼れば出来上がりです。たくさん作って、紙で作った棒やストローで茎をつけて飾りましょう。